どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはフライングシューター。フライトユニットを操縦して街中を飛び、スコアアタックをするワールドです。ワールドに入るといくつかのフライトユニットが並んでいます。どれかをユーズすることによって乗ることができます。移動速度が色によって異なるのでお好みなのを選びましょう。また旋回のタイプをイージーとノーマルで選ぶことができます。これもお好みで決めましょう。準備ができたらパネルからいずれかのレベルを選ぶとタイマーがスタートします。タイマーが0になると街中にターゲットが出現します。ユニットについた銃を持って追いかけて撃ちましょう。射程範囲に入るとターゲットの文字が黄色くなります。一発でも当てれば撃破は可能です。当てるのは大変に見えますが範囲は広いので、射程に入り次第連射すれば大体当たります。街中を走り回るターゲットを全滅させると、再びいくつか出現します。時間いっぱいまで撃破を続けましょう。制限時間が過ぎると終了となり、最初の地点でスコアが表示されます。こんな感じで飛び回るターゲットを撃破して、どれだけスコアを稼げるか競うクエスト対応ワールドです。レベルは1から4まであり、後半になればなるほどターゲットの速度が速くなります。動きは一定なので先回りするなどして待ち伏せし、一気に撃破していきましょう。またライブカメラもあるので、そこで他の人の動きを見ることができます。見ての通り視界が激しく動くことになります。VR 酔いには注意しつつ空を飛び回りましょう。そんな感じで空を飛んでスコアアタックをするワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。